ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。レンガ橋に合わせて、C11 蒸気機関車を走らせてみました。蒸気機関車とレンガは、とても似合いますね。新橋駅のあたりをイメージしてます。今日は、この本を紹介します。1895年、京都電気鉄道が、直流 500V で営業を開始しました。東京では、1904年、中央線のお茶の水駅から中野駅が直流電化されました。交流電化では、1957年に仙山線及び北陸本線が交流電化されました。新幹線も交流電化で走っています。現在、東京を走る電車のほとんどが、直流で走っています。電車の上についている線を架線と言います。架線とレールの間に直流電圧がかかり、電車がスリスリっとしながら走ります。架線とレールの間に流れる電気は、約5から10キロほどの距離しか流せません。その距離を、起電区間って言います。起電区間の境目を、エアーセクションって言います。エアーセクションで電車が止まり、火を吹くのは、セクションオーバーというみたいです。架線を、重りでピーンと張っているところは、セクションジョイントと言います。車両側は、ファンタグラフで架線から電気を取ってますね。皆様が大好きかっこいいシングルアームファンタグラフは、フランスのフェブレー社が特許を持っていました。特許が切れたので、日本でも開発されました。昔のひし形ファンタグラフは、雪が降った時、雪の重さで、折りたたまれてしまっていました。シングルアームファンタグラフは、そんな問題も解決です。車両を走らせるための、地上側設備の電力供給についてや、車両側のファンタグラフについて、この本に書かれています。面白そうな本でしょ？ということで、ご視聴ありがとうございました。